はい、どうも、タクタクです。迷子たちのララバイやっていきましょう。さあ、A 氏の部屋を、A 氏の部屋というか、いろいろ調べてみましょうか。まあ、なんか大した、なんか、深い書物はないのかな、あれ？おかしい。ここにあるのは、どれも信憑性のない魔術の資料だけだ。高齢術とか儀式とか、都会の人たちのことも何にも分かんなかったね。あ、教会ね、都会じゃなくて。まさかこれだけは、これだけのはずがないだろう。何か見落としがあるはずだ。カーテンの裏とか、隠し部屋とかがあったりなんてね。なるほど、俺にはない、柔軟な発想だ。沙織は探偵に向いているのかもしれないな。褒められているのか馬鹿にされているのかわからないな。これか？魔法陣に描かれている特に感じるものはない。この辺とか、これは何か見つかったの？ああ、おそらくここに。おお、本当に奥に部屋があったんだね。本命はこの先だろうな。ちょっと一回セーブしつつ。お、あったあったあった。カードキー、あれか。いけなかったとこ。これは、きっとこれが出口のカードキーだよ。高齢術に関する本が並んでいる中に、毛色の違う資料が混ざっている。これは、すべて外国語で書かれているのは読めなくもないが、少し時間が。いや、手書きだが翻訳がついている。これもしや A 氏の字か。実験結果の翻訳と書かれているな。おお、全部。まあ、一応目を通しますか。ぬいぐるみの高齢術。長そうなんで、ちょっと目で追いながら読んでいきましょう。気になる方は読んでいきましょう。お気に召さない。人形はダメだ。球体関節人形。離脱の際によりしろを発火し再利用できなくなる。半永久的に個人の魂をよりしろに留めておくためには別のエネルギーが必要なのかもしれない。個人の一割は生贄を用意することが可能ならば。これだからいっぱい少しずつ実験していってってことですね、この上。まあ、本だけどね。可能にしたが、その、威発をね。不利益であった魂の離脱が発生しないため、実験としては修学データがそれだけだ。まあ、紙だけで違うんだね、だいぶね。生身の人間に高齢術を使用。不適合。これは失敗だ。個人の魂がより城に定着しないため、球体関節人形同様に肉体を発火して魂を抜けてしまう。肉体を押し込めるための蓋として生贄を別に用意し、より城の魂と結合させることによって理論上は高齢が成功すると期待されていたのだが、おそらく誰もいいわけではないのだろう。個人の魂とより城の魂には相性があるようだ。生身の人間に降霊するためには、血縁者や生まれ変わりなど個人と何らかのつながりが必要と推測される。だから降霊には一定の生贄が必要されるが、必要数は明確に示されていない。多いほど成功率が高いと考えているが、実験結果として確実なものは得られていない。コストが高い。その他ってあるの？今は実験に至っていないが、期待される対象について。遺骨を仕込んだ球体関節人形に効率を使用。威発よりも期待値が高いだろうと推測される。しかし、個人の遺骨の調達は難しいため、段階では、現実的な方法とは言えないだろう。遺骨の残っている、なんか、ね、偉人とかだとすごいことになりますね、これ。今は実験に立っていないが期待される対象について、生身の人間に高齢術を使用、適合の場合、未だ適合者をより代として使用した高齢を試していないため、憶測の域を出ていないが最も期待値が高い方法、血縁や生まれ変わりなど、個人との関係性を持つ人物を適合すると考えられる。生まれ変わりもそうなんだ。まあ、生まれ変わってませんからね、あの奥様はね。仮に成功した家庭とするのであれば、その下に肉体に定着し、個人と結合した夜中の魂が出来てしまう。不老不死となることが予測される。ほう。その上不老不死になる。やばい。病気も克服。夜中の魂は眠りにつくため、表に出てくる人格は個人のもとになる理想の結果だと言えるだろう。
追記。成功したことはない彼は言った。しかし俺はもう彼と契約する他に道はない。俺は彼の力の目の当たりにした。彼は本物の神様だ。あれだ、人形に憑依させたのかな。ひきおりはユリコの娘だ。ユリコによく似ている。成功するのだ。いや、必ず成功させてみせる。そのため舞台を俺が用意してやろう。俺は一体何を言っているんだ。俺は一体何をしようとしているんだ。これから何が起ころうとも俺はもう自分の娘をあれですよ、よりしろにしたってしたいってことですよね、今はね。まあ、これも前々から気づいてましたけど、課題の新興宗教について、ああ、これなんか言ってたやつだね。ライアル教会とは死者と、うん、これなんか見たような感じだけど、初代を敬愛し2代目に集う信者たち。初代じゃないんだ今は。初代に遠く及ばないかもしれないが、力を受け継いだ本物の霊媒師だ。彼の高齢術で遺族は死者と会話することができる。本当かよ。大きく異なる活動内容。初代は高齢術を占いに利用し、信者を集め、軍に情報と兵力を、あ、なんかこれも言ってたね。放射それとは裏腹に実に平和的なものだった。残された全ての人々の心に癒しと祝福を。彼らが望むのは再会の祝福、ただそれだけである。二代目教祖とライアル教会の行く末。世界中に轟いてるんだ。何かを謎に包まれた彼の正体。これ、旦那様が作ったのかな。こんなへんてこな資料を作っちゃうくらい旦那様が追い詰められていたんだね。そんなに自分の大切な人が失われるとこうなってしまうと、人間も。この程度の情報を俺でも、はい、知っている。この内容がデタラメってことを含めてな。世界平和だと笑わせてくれる。これなんか書いてあるね。失敗だ。誰も逃がさない。今度こそ、今度こそ、今度こそ。これなんだろう。空の瓶。なんで瓶なんだろう。ノート。覚悟はできていなかった。この世の地獄だ。何かを知っていないと頭がおかしくなりそうだ。思い出を胸に生きていけるなんて、えそらことだ。俺は妻を愛する以外に生きる方法を知らない。筆を取れ。吐き出されないとどうかしてしまう。ピアノの音が乱れていく。嫌だ、辛い、苦しい、悲しい。会いたい、帰ってこない、帰ってこい、蘇生、復活、ダメだ。紙に書き殴って捨てる。時間の無駄だ。自己暗示程度でこの地獄からは逃げられない。捨てるそばから湧いて出る言葉の山。会いたい、会いたい、会いたい。復活、蘇生、最短、蘇り、焼き付いて離れない言葉の数々。もう何をしているかわからない。地下に部屋を用意し、魔術の研究を始めた。ありえないと分かっている。くだらないと思う。ただ、追い求めないと狂ってしまう。黒魔術には動物の死骸が必要。バカバカしい。妻がいない。今日も明日も、この先も。生涯この地獄を抱えて生きねばならない。これだけ人を好きになれるっていうのはね、羨ましいですよね。いや、考えるだけで気が狂ってしまいそうだ。わらをもつかむ思いでしたためた手紙に返事はない。当然だ。そんな都合のない話があるはずがない。高齢時そんな夜迷いごとにすがりつくほど、俺は世界に絶望しているのだと痛感させられただけだ。突然手を差し伸べられた。神様か、それとも、子連れの男が現れた。違う、そうではない。見知らぬ少年が護衛を連れて現れた。見た目は娘とさほど変わらない、ただの子供だ。ライアル教会、噂は本当だったのか。この手は俺を救ってくれるのだろうか。まるで手品だ。だが、頼む仕掛けもない。少年が手を触れずに動かした人形からは本物の人間の声が聞こえてきた。腹話術ではない。確かに命が宿っている。唯一の希望だと思った。すがりつくしかなかった。僕を信用してくれる？と少年が笑った。彼らの目的は金銭ではない。一体何が？いや、そんなことはどうでもいい。この苦しみから解放されるならば、ユリコに会えるなら他にも何もない。何も。ヒヨリの肉体がユリコの器になる。そうだ。俺には娘なんていなかった。俺の心はユリコだけのものだ。最悪やな、こいつは。少年の命令に従う。大勢の生贄となる人間を集めるんだ。愛のためなら俺は鬼になり果てても構わない。この俺が最後のレクエイムを奏でてやる。再会の祝福。ああ、最高の結婚記念日だ。望みはただそれだけだ。私と同じくらいの子供だったから、あんまり信じたくなかったけど、やっぱりあの子は私を殺したんだね。才能なのかな。日和様と同じで、どんなに小さくても特別って感じの子。あのクソガキ。そんな子が今は探偵さんよりずっと大人になっているんだよね。30年、そっか。そうだよね。30年ぐらいだっけ。大人になれなかったのにね。今日戻っていいのかな。え？ベッド？あ、何？え？
旦那様こんなところに生きてたの、旦那様。こっちも生きてここまで来た。あの場にいたじゃん、演技師がね。もう二度と会いたくないって思ってたけど、こんな痛ましいお姿を、見ちゃったら、私なんて言ったらいいかわかんないよ。髪白いし、お前本当に最低で不器用な男だよ。探偵さん？ゆり子は今でも夫婦の部屋でお前の帰りを待っているぞ。もう十分だろ。そろそろ会いに行ってやったらどうだ。夫婦の結婚指輪を手に入れた。お！骨をすべて持ち帰ることができない。だいたい、せいぜい左薬指の骨だけだ。これが直接的な解決につながると俺には断言できないが、英氏の魂を慰め供養する唯一の方法だと俺は考えている。乗りかかった船だ。丁寧に夫婦の部屋に送り届けてやるさ。なんだその顔は。言いたいことでもあるのか。あらかじめ言っておく。よく聞いてくれ。これで屋敷の連中が解放されないとするならば、もはや俺の手に負えるものではないからな。それと、俺は英氏のために犯罪者になるつもりは毛頭ない。遺骨のひとかけらでさえ勝手に葬るのは違法なんだ。当然秘密にできるな。うん、もちろんだよ。探偵さんって実は結構おしゃべりだよね。これで、ね、待ってる光、今迎えに行くからな。光どうなったマジ？光パートは？普通、まっとうに生きて天国で会えばよかったんじゃねえのか。もしくは自害するとか。よし、地上へ出るぞ。どっか行くんだっけ？にゃーん。地上に出るぞ、ついてこい。にゃんこにも優しい。こっちからか？あ、こっちからかな？どこだったっけ？逆さくん。どこだったっけ？ここか、ここだ。あー、ちょっと待って、ちゃう。切り替えて。出られんのかな？どっから出るの？全然知らん。地上へ戻れる道あったよ。あの階段を登ったら林の多分古い蔵の近くに出れると思う。そうか、分かった。だが俺は一度光を迎えに行く。光の身の安全が最優先だからな。うん、分かってるよ。よし、ならばまず地上に出て。ねえ、探偵さん、聞きたいことがあるの。なんだ、こんな時に。本当はお姉ちゃんと血なんてつながってないんでしょ？おお、気づいちゃった、沙織ちゃんも。あ、これ光パートかな。うわ、囲まれとる。人形もおるし。どうしよう、どこに逃げたら。ん、どうした。君の中とても広そう。柔らかくてあったかい。柔らかくてあったかそう。変態だよ、俺は。ねえ、僕たちのことも。君の中に迎え入ったよ。僕たちは行きたい。君と同じものになりたい。いや、恐怖が半減するからやめなさい。僕たちにも新しい命ちょうだい。やだ、怖いよ。ケンさん！大丈夫です、ヒカルさん。落ち着いて私の声を聞いて。え？何？なんか光って消えてく。このまま逃げて。あなたは私が守ります。もしかしてあなたは。逃げる。おうおうおう。はあはあはあ。何が起きたのか全然わかんないよ。あの時ヒエちゃんのネックレスが光って女の子の声が聞こえて私のこと守ってくれるって。あの声はやっぱりひよりちゃんが。あ、作ってもらったミサが切れてる。どこに落としちゃったのかな。ゲンさんに頼らないで一人で頑張らなきゃダメなんだよね、きっと。大丈夫、きっとゲンさんは無事だよ。私を置いていなくなったりしない。ひよりちゃんは私を呼んでる。私が見つけてあげないと。行かないときっと私のこと待ってる。今の私ならきっと見つけてあげられる。一人でも大丈夫だってゲンさんに見せてあげなきゃね。あれ？こんなとこに猫？ついに光にも見えるようになったという。
ミサンガってさ、あ、なくなってんの、ミサンガ。大事なものもないし。ミサンガって切れると願い事が叶うっていうやつじゃなかったっけ？なんか J リーグが、始まった時に、僕小学生だったんですけど、その時にめちゃめちゃ流行りましたね、ミサンガ。で、友達つけてて、でも俺サッカー興味なさすぎて、俺だけつけてたわ、俺も。興味なくてもつけてたから。ミサンガでも今つけてる人いるんですかね。懐かしいな。といったところで、今回この辺で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。